よっしゃよっしゃ。来たぜ。俺の憧れの地、福島。やっと来たぜ。なんかもう食ってた。お。なんだマスオさん。もうフォールで食ってた。フォールで食った。プレーディング。もう食ってたよ。もう食ってたよ。おい。早。うちねえんだもん。小さい。小さいな。これ。これ何個でもいるんじゃないか、これが。これやべえな。これ釣る前にヒラメに食わせないけど。これエンギーズ朝から。朝から調子いいぞ。これヒラメっぽいじゃん。ヒラメ。います。こんなの来てんじゃん。ヒットだよ、ヒットだよ。バスコで、シャッター。ヒラメだ。ナイス。ちょっと待って待って。すげえ。何やってる。オーケー、ナイスナイス。おすごい。やった。すごい。すごい。ヒラメ釣れたよ。ちょっと釣るだけのそれダメダメですよね。サイズ的に。はい。何センチ以上だ。50センチ。50センチオーバーなんだ。来た。おー来た。手がどうじゃん。何やってんの。チグ切れたかな。お、ちょ、入れ食いじゃん。赤い。ちょっと。すごい、長っぽいな。ちゃんとあれだよ、カメラ見ておいてよ。あ、もうちょっと。あ、ごめんなさい。ちょっと。こういうとこ。感謝がなさすぎる。もうなんかすごい魚見いっぱい見れてすごい嬉しい。早いっすね。すでに。なんか俺、ヒラメ入り食いすんのかと思っちゃったよ。一頭目とか釣れちゃうから。何かと思ったら、これ一緒。何？絶好調じゃん、なんかめっちゃ回ってる。サバだな。サバです。ああ、なんかちっちゃいジグル、ジグル系だね。なんかフォールで食っちまうんだよな。フィッシュ。サバだ。サバキャッチ。フィッシュ、フィッシュ、フィッシュ。もう今日入れ食いじゃん。朝から朝から入れ食いだよ。あげてください。入る頃が強気すんだけど。ダブルヒット、トリプルヒット。やだの嵐。やだの嵐。青物
はけどヒラメは2つだけだな、小さいのは。あ、やべ、回収できました。さっきやられてる。ちょっと面白いけど。いい腰してる。あ、ちょっともう最後面白いとこで行ってもさ、なんかやばいとこ取られそうになって。マジで青物ついたくない。あ、これソーダカツオ。あ、そうだ、ソーダカツオ、ソーダカツオ買ってください。すげえ釣れるじゃん。ねえ、いつか本命が来る。来るかな。チェック厳しいから。最後のどうです？全体的に最後のしか使えない。ちょっとほらほら、全部が釣れなきゃダメだよ魚が。はい、はい、これダメ？焦って大丈夫です。俺がダメだったんですよ。いやー、ちょっともう満足だね。釣りたかったものがもう釣れちまったよ。クロソイだね。クロソイ。またいなく最後。超嬉しいんだけど。す
嬉しいんだけど。さすがっすよ。船長さすが。前回もよく釣れたもん。釣れますよね、この船。釣れる。まだ6時だよ。何魚種釣れるか楽しみです。今3魚種だ。だってでもカナとホウボウも釣れるでしょ。でタイでしょ。チダイでしょ。10食も食うんじゃん。後ろメバル釣れたとか。なんだか。もう一枚。はい。はいやー。バイビー。ナイスでした。よし、いやーなんか俺こんな朝から魚釣るの。いつ以来だろって感じだわ。今年分の魚全部釣ってんじゃねえぐらい。塩がいいのか場所がいいのか。ジガーズだからか。ジガーズだから。でもかかる魚一緒だったりしてな。何とも言います。僕は遠くに行きたいわけじゃなくて、魚が釣れてくるんですけど。言葉が出ねえぜ、マジで。あげてください。30分ぐらい走ります。どこでしょう。もうヒット、ヒットはい、これタイか。タイ、ヒラメだった。ヒラメだね、今日ヒラメですね。ヒラメの日、ヒラメの日かも。めっちゃいいじゃん。いいっすよ。おぉ、タイ？あ、ハナダイだ。おぉ、ハナ、ハナ。何でしたか、面白い。始めたばっかりで、なんか何もよく分かってない。一番楽しいぞ。なんか来てる。へぇー、花じゃないよ。80センチぐらいの手ついてえな。最近でっかいタイ釣れました。最近は、月曜日73センチ。月曜日って、おとといじゃん。ここのとこずっとお昼頃なんですよ、かかるの。17時半頃から12時半にかけて。じゃあそこまで休憩だね。そうですね、下道が全然来ない。上げてください。移動します。はい、いいです。今30メーターから38メーターまで行きます。はい、だ来たね。来たな。タイっぽいな。竿がずいぶんやっこいな。腰がないの。ああ、ダメだよ、逃がしちゃん。タイだったよ、今。なんか思ってるアドランクになったな。おかしいな。入れ食いだったのにな。
高井さんと行った時に俺ジグ釣りましたもんね。ジグをね、海底から。海底から。すげえな。ナイスシグ隣でちょっと切れて、それを僕がゲットした。ゲットしましたね。やべ、重い。これでかいよ。いやいやいや。ないちょい、タイ？怖いやだな、今日は。昨日めっちゃバラしてるから。よぎる。盛り巻きしたらいいんじゃん。盛り巻きしたら取れたら。教わったでしょ、俺ら。あ、本当に抜けた。ちょっと、なんでやってんだ、もう。なんで？なんで？テンション緩んでねえのに、なんで、ノイさん。だから、盛り巻きが足りてんだって。大事に行きすぎ。そうだよ。あの心意気よ。あのサイズゴリ。うわー、やっちまった。50センチぐらいあったな、多分な。おー、来た。同じテンションで同じ速度で巻いてる。これヒラメだな。ヒラメ。ヒラメだね。これヒラメだよ。ちょっと離れて、離れて。よっしゃあ。これ見たか。肉厚ですね、それ。なんか肉厚ですね。肉厚ですね。常磐ものヒラメですか。いや、いいですね。ブランド用ですからね、一応福島の。あ、そうなの？福島って今タイとトラフ頑張ってんじゃないの？そうです。ヒラメは昔から。あ、そうなんだ。受け戸のヒラメっていう。いいね、俺ヒラメ。ヒラメハンター。こんな来た、初めてだ。あ、痛い、ちょっと待って。あ、めっちゃ噛まれた。ヒラメに。めっちゃ噛まれた。やーりー。やーりーだね。4本目。ヒラメ。ヒラメマンじゃん、俺。ヒラメ。指クラウン最高だね。ヒラメ。すごいっすね。いや、ヒラメ来てんな。ヒラメ祭り来ちゃってるよね。おー、またバラすか。いや、もうゴリ巻きです。いや、もうゴリ巻きせえ、大丈夫だよ。小せえな。タイじゃん。しかもスレですね、スレ。ハナです。この後のプランは、どっかいいとこなんですか。ないです。ないです。もうクラウン買った方がいいんじゃない。クラウンです。クラウン大好きだもん。みんな持ってますよ。嘘。持ってますから。クラウン使った方がいいよ。フィニッシュ。さ、いやでもちょっと。やめか。やめ。やめ。タラ。なんでもいいです。何。フグ紹介しあ、これもらいます。もらいます。かじられないように。あげてください。よべ。おい。よい。落ち着けよ。そんなバラしてバラしてってか言われてるからって。大して気にしちゃいねえから。いっぱいバラしてることは。はい、キャッチ。タイ、タイでした。はい。ナイスティー、ナイスティー。糸前に出てくかと思ったら全然出てこない。ジングです。ね。ジグ。ジグだった。ああ、抜いた。よっしゃ、これタイだ。これタイだよ。前当たりあり。へえ。お。ドラフだから何センチかさっぱりやから。今日釣れんな。魚釣りすぎだぜ。ちょっとサイズアップじゃないですか。サイズアップちょっとね、えらいサイズアップしてるから気持ちで、気持ちで。やべえ、やべえ。ちょっとこれ写真撮ってこうか。これ芝居やばいね。釣れすぎ。いや、マジでこんな魚釣って言うわけ。マジで
すぎじゃん。こんな写真撮るの珍しいもん。釣りすぎじゃない。ヒラメ4の対2だよ。